チャオ、あっちゃんです。今日1月の9日、あっちゃんちの晩ご飯何か作りたいと思います。はい、豚丼作ります。水にね、玉ねぎちょっと茹でます。玉ねぎ半玉ぐらいです。人参、これもおせちの残りの金時人参、何でかな、味付けしていきます。うまいね、めんつゆちょっと、うまいね、スープだけで、あ、砂糖やすき、砂糖、醤油、適当です。分量です。ちょっと甘い方がいいな。お母さんは食べたいって言えんだけど、ちょっとね、お母さん焼くことはね、子供が多分光がね、食べへんと思うから、食べへんこともね、丼食べへんから、いやいやでも食べへんの仕方ないから食べると思うんですよ。豚さんをこうやって炒めるね、そうやってダマになるからさ、食べたいだけ豚さん入れましょう。豚さんをダマにしないように、しっかり熱を入れなあかんねんけども、温度入れすぎたら硬くなるから、ちょっと熱を入れていきましょう。
一煮立ちさせてね。OK です。食べましょう。はい、できました。豚丼みたいなものをちょっとかけてね、食べます。で、お味噌汁ね、今日はね、これ作るの。カニの力味噌汁。焼きガニの旨味ってやつ。これ3食入って、ちょっと高かったね。300円ぐらいするんちゃったかな。忘れた。これを作りたいと。で、これを作るってもう入れだけだけどね。言うまでや。あ、先生、確定取って。甘々確定。これも買ってきて。これ前にね、安か、安い。食べたら100何倍やって。で、どんなグラムで買うたら結構美味しかった。はい、お味噌汁よ、まずや。とこ取ったら。聞いてる？お味噌汁用までやらかんで。いただきます。あ、おいしい。カニの旨味がすごい出てる。では、いただきます。おいしい。いい感じに甘みもちょうどいい感じ。いやちょっと本当にそんなに焦って食べなくても別にいいし、多分あくまで食べてる感じがするんですよね。今からで美味しいわ。牛丼豚の中でサクッと簡単に作れるし、楽でね、あと大好きね。茶入れマンデーで関西と関東のしゃぶしゃぶの食べ方ってやってるんだよ。関東の人はしゃぶしゃぶ豚牛肉を1枚ずつしゃぶしゃぶして食べるんだけど、関西の人は一つのパレットドンって全部入れてやーって煮てしもって食べる。関西人やけどうちは1枚1枚やだけどな。なんで関西を一括りにこの番組はすんのかなみたいな。おかわり。え、大根の、キムチ。おいしいやろ。おかわり。おかわり行く？おかわりは？いけそう。いや、もういい。
大根美味しいやろ。秒で出てくるの。はいや。注文して11秒。クズやそれ。うん。バンヤンほんまに行ってないの、うん、早すぎたなと休憩時間がないから、うん、まあ、50時間だから、カニ玉あんかけ、美味しいもんけど、なんか違うな。食べたいな。自分の力で掴み取った景色は生涯忘れられないだろう。バランス栄養食、カロリーメイト。あ、うちゃ。ロフジーナヤワコ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 ナヤワ家だけの店じゃない、家族の方の一人が、まあ、総看護が一番売れるとで、2号3号ぐらいでビッて止まるっていう、ね、どうかもそうやろ、パート1が多いけどパート2が少なくなんねん、どれがかな、でもあれで、ね、裏モデルどうか後の方が最初多いで、それは4とか5とか人気度が上がってきてるからや、うん、塗装兵のとこって結構見られんね、あ、よ、もう作ってやるのかな、たぶんあれちゃん、注文するもんもう聞いてんじゃん、これ注文で、うん、もうできてるやん、めっちゃ冷めてんじゃん、うん、めっちゃできてるやん、冷めてるって、マクドンポテトになってるって、うん、もし違うもん注文したらどうするの、もう作ってるよ、
もうスチュアムに注文したらどうすんの。もういやいや作るんじゃん。スコーってあるで、うん、かちゃん、日替わり以外ないんじゃん。マジとカニの味噌汁、カニの味噌汁ね、美味しかったよ、うん、結構ね、カニの味が効いててね、うん、ただね、これカニカニカマちゃんかなと思うね、うん、カニカマ箱って書いてあるやっぱり、うん、でもカニ肉ちょっと入ってあるみたいだけど、カニカマやね。でカニカマがなしで別にカニ入れやんでもいいから、風味でカニカマでなんか一気にちょっとこう風味が落ちた気がする、ない方が、うん、よかったかなカニの食べた次の日カニの殻とかで出しとった、こんな感じの味噌汁で、カニ殻で多分出しとったらこんな感じになると思うんだけどね、それがそんな感じのお味噌汁でね、美味しかった、うん、一回ね、エビ、あっちゃエビ食べられへんけど、伊勢エビ食べた、伊勢エビの殻で取ったお味噌汁、めちゃくちゃ美味しかった。だからね、うん、あのそういう甲殻類の殻で取ったお味噌汁って美味しいと思う。だから、うん、まあ、作れんことはないけど、あのカニの次の日ぐらいに。前回はね、せんかったんけど、うん、また、カニ殻で取るお味噌汁を今度してみよう。ということで、今日のあっちゃんち豚丼とカニのお味噌汁でした。美味しかったです。ごちそうさま。今日のあっちゃんちの晩ご飯良かったよと思う人は高評価。またこういうのね、あっちゃんのね、あっちゃんのキッチン真似して作ってくれるって人はチャンネル登録、こっちからチャンネル登録してください。ではまたね。バイバイ。